2020年12月、我が家のプーさんチワワです。12月2日、手を差し出すとちゃんと挨拶してくれる律儀なプー。トッピングに加えた柿やリンゴの効果で食欲回復。パパの周りを歩き回るプー、ご飯の最速かな元気な様子にほっとする。すっきりお目覚めでもまたすぐ寝ます。夢中にじゃれつく元気が嬉しい。リビングの扉の前でいつも私を待っているプー。ママの膝をツンツン甘えるプージー。美味しいご飯を食べて温かい座布団でのんびり至福のひととき。立ち上がる年季の入った丸い背中。寝息を間近に感じる静かな夜。若い頃とはちょっと違う前かがみのお座りに。この姿勢はプージー的に楽ちんらしい。皿の下にこぼれ落ちたご飯粒を器用に舐めとるプー。プージーの横顔かなりイケてます。回るようでこ本当に可愛いね。今年もこの寝顔に癒されました。おかげさまで無事に年越しできました。2020年12月我が家のプーさんチワワです。スケッチ結城智子でした。